こんにちは幼児音楽教育専攻の林博子です今日は幼稚園の先生の仕事について一緒に学んでいきましょう私は現在国立音楽大学附属幼稚園の園長を兼任しております、えー、皆さんこの写真をご覧くださいこれは附属幼稚園のホームページに載っている子どもたちの写真です お友達と一緒に本当に楽しそうですね3歳になったら友達見つけたという言葉がありますが幼稚園には自分と同年齢あるいは近い年齢の子どもたちがいますそして友達と出会い子どもたちはさまざまな関わりをしていきますこの写真は3歳の子どもたちが同じ場で 水の感触や入れ替えを楽しんでいるところです右上は泥で絵を描いていますね右下は園庭の木の下にみんなで集まり子どもの日の集いをしています5歳の子どもたちが自分たちで考えたダンスを披露していますこのように幼稚園には人や物やことの 環境があり子どもたちはその環境に心を動かしながら関わり遊びや生活が生まれていきますそして子どもの傍らには必ず先生がいますね先生は子どもとともに幼稚園の暮らしを作っていくのですではまず 幼稚園とは一体どういうことなのか、どういうところなのか、考えてみたいと思います。幼稚園とは、子供が出会う初めての学校です。学校なんですね。満3歳から小学校就学までの幼児を教育し、年齢にふさわしい適切な環境を整え、心身の発達を助長するための教育施設である、 と言われています。そもそもこの幼稚園はドイツの教育者フリードリヒ・フレーベルが1840年にフランケブルクに設立した学学前のののための学校が始まりです。日本では1876年東京女子師範学校附属幼稚園現在の お茶の水女子大学附属幼稚園が日本の幼稚園の始まりだとされています。皆さんは就学前の保育や教育施設として他にも保育所やこども園というのを聞いたことがありますね。近年幼稚園園のの機機能能と保育所の機能を合わせ持つ子ども園 が多くなってきましたではそれぞれの特徴と違いは何でしょうかこの表をご覧ください一番左端が幼稚園です根拠法令として学校教育法という言葉が出てきますそして所轄は文部科学省になっていますそれに対して隣をご覧ください保育所は厚生労働省です 子ども園は2つの機能を合わせ持つので文部科学省と厚生労働省そしてさらに子育て支援などを管轄していく内閣府がここに入ってきますそして、えー、職種っていうところを見てくださいここでは幼稚園では幼稚園教諭と呼ばれています これは小学校教諭とか中学校教諭、高校教諭というのと同じ名称であるわけですね。それに対して保育所は保育士です。これは資格です。で、子ども園をご覧ください。保育教諭となっております。えこれを見ただけでもえ名前も同じ先生という呼ばれていても名前が違うということもわかりますね。 そして一番下をご覧ください指導の要領指針と書いてありますこれは後から説明いたしますが幼稚園は幼稚園教育要領に基づいて教育を行うことになっていますそれでは関係法規保育に関する関係法規をもう少し丁寧に見ていきましょうまず一番上に日本国憲法がありますその次に教育法 学校教育法学校教育法施行規則そしてその下に幼稚園教育要領になるわけです小学校の場合はこの一番下が小学校学習指導要領になるわけですね、えー、それぞれの関係法規をたどってみると幼稚園はここからも学校であるということが見えてきますねそれでは 先ほど出てきました幼稚園教育要領というものを少し丁寧にお話ししたいと思います幼稚園教育要領とは文部科学省が告示する幼稚園における教育課程の基準です教育課程というのはまあカリキュラムとも言い換えることができますねカリキュラムの基準であるんだよということになるわけですね そして、この、えー、本を本を見ていただくと、その幼稚園教育要領に解説という言葉が添えられていますね。それはどういうことかというと、幼稚園教育要領は本当にあの薄っぺらい一冊なんです。それを270ページにわたって幼稚園教育要領を詳しく解説したものが、この幼稚園教育要領解説であるわけです。その隣には保育所保育指針解説。 そしてその隣には子ども園教育保育要領解説というものがあるわけです。えー、ちなみに学学校教科ごとに指導要領学習指導導要要領領習があります例えば一番端は小学校の学習指導要領その次には算数編算数編、えー、学習指導要領の算数編があります小学校。 そして黄色の黄色のこれは、中学校の学習指導要領の数学編となるわけです。はい、それでは幼稚園教育要領解説を少し丁寧に見ていきましょうね。ここにはどんなことが書かれているか。270ページにもわたっていろんなことが書かれているわけですが、今日は時間も短いので、その中で最も大事なこと。幼児期の教育は人格形成の基礎を培うんだ。 基礎なんですよっていうことが書いてありますそれから幼児期の特性を踏まえこの特性というものが大事ですね小学校以降の、えー、児童とは特性が違うわけです入幼,幼児という特性があるわけですねその特性を踏まえて環境を通して行うと書いてあります決して教科書を使って みんなが同じ方向向き黒板に向かって先生の話を聞いて知識を蓄えていくっていうふうには全く書かれていないわけなんです。幼児期の特性を踏まえ環境を通して行うんだっていうふうに書かれています。そしてそのために教師は幼児期にふさわしい生活と書かれています。皆さんは幼稚園でふさわしい生活とはどういう生活だと思われますか。 そういうういいふささわしい生活が展開されるるようにすることこれは教師の役目なんですよ」ってそして、えー、青字で書かれてますとっても大事なことは遊びを通しての指導なんだ先ほどからお話ししているように小学校のように教科書を使ってみんなが同じ方向を向いて同じもの1年生では何文字の漢字を勉強します。 算数では足し算をやって引き算をやって掛け算をやってっていうふうな書かれ方は全くされていないわけですね遊びを通してなんだそれから最後に幼児一人一人の特性に応じ発達課題に即した指導と書いてあります一人一人の課題があるんですよってその一人一人を大事にしながら 発達の課題に即して指導を行っていくことが幼稚園の先生の役割なんだということがここから読み取れると思いますそれではここに書かれていることを具体的な子どもたちの姿から見ていきましょうこれも付属幼稚園の子どもたちの姿ですねお友達と一緒にママごとごっこ3歳児ですねこれしていますそれから左上には 葉っぱを拾ってその葉っぱにいろいろな花びらを乗せたり石を乗せたりして何か作っていますね、えー、左下には積み木を使ってこれ5歳ですね積、えー、み木を使ってごっこ遊びをしてい,るいますね、えー、ここでは遊びを通して子どもが自ら人や物やことに関わることそれが大事なんだって先ほどもお話ししたと思います その姿がまあ、この写真からも見て取れると思うんですねそしてはい次の写真をご覧くださいこの写真は砂場で子どもたちが一生懸命何か、えー、仲間と一緒にやっている写真ですねこれを見ていただくと大きな山を作りそして大きなトンネルを掘ってで上から何とか水を流そうとしている様子が見て取れますね でこれはあの五歳児の活動ですがここで子どもたちが経験していることというのを少し考えてみましょう子どもたちはどんなことを経験しているでしょうか、えー、左の部分いろいろこう言葉が書いてありますねまず子どもたちは一生懸命考えていますどうやったら水が流れていくのかそして工夫をしていますそして えー、こっちに穴を掘るとこっちに水が流れるんじゃないかってこれ予想をしたり仮説を立てたりするわけですねもしかしたら途中で失敗するかもしれませんああこっちじゃなかったって失敗するかもしれませんねでもその失敗を繰り返しながら何度も挑戦する中で子どもたちは砂や水の性質を知っていくわけですねそして、えー、ここを掘るときにはスコップがいいのかあるいはシャベルがいいのか というふうに用具の扱い方や用具の性質ということも学んでいくわけですねでは右側に書かれていることをご覧ください、えー、ここの姿は仲間とともに心を揺る動かしているっていうのはもう見るだけでわかりますね真剣に一生懸命に子どもたち、えー、取り組んでいますねこの中で自分の考えを話したりあるいは相手の考えを聞いたり そして5歳ならでではははのの姿ととといいううはやはり協力するということでするこねあるいは協力するためには役割を分担していくということも「えー、お前はこっちを掘ってくれ俺はこっちを掘るぞ」というふうなね、えー、役割を分担っていうのはこれは5歳ならでではの姿ですそして最後まで自分たちの思いを実現させていこうと最後までやり遂げる。 そしてやり遂げた後にああ面白かったという満足感や充実感を味わっていくわけです。えここからも分かるように遊びというのはただ面白おかしく遊んでるだけではなくてこのようなさまざまな経験がこの砂場の活動の中に含まれているということがお分かりになったと思います。つまり遊びは知的な営みなんです。そしてその中で 学びが生まれていくわけですそれを支え共に作っていくのが幼稚園の先生の役割であるわけですそれでは具体的に、えー、付属幼稚園の先生方を例に出しながら幼稚園の先生の1日を追っていきたいと思いますこれは、えー、6月のある日の朝からの様子を写真に撮ってみました まず先生方は8時15分が出勤の時間ですのでそれまでにやってきますそしてまず保育室にすぐに行くのではなくて今コロナ対策で左の先生は一生懸命消毒をしてますね子どもの触るところすべて消毒をしていますそれから付属幼稚園には川が流れていますがその川にゴミが落ちてないかどうかってお掃除をしたり園庭を整えているところです そしてこれはもう日差しが暑くなってきましたからこれは三歳児の砂場です先ほどお見せしたのは四歳五歳の砂場ですが宇族幼稚園には年齢に応じた砂場というものが用意されていますで三歳児の砂場の上には日が当たって暑くならないようにテントが張られていますねそして先生は朝露で濡れた滑り台をまずおんで拭いていますそれからその左には あの蚊がいますからね蚊取り線香が上からぶら下げられていますねそしてこの上をご覧ください上にはいろいろな砂場の用具遊具が出されていますここで大事なのは先ほどのよ5歳児の砂場のものと3歳児の砂場のものって違うってお分かりですか 1>, 1人の子供が3歳の場合は赤色のバケツを持ったら「僕も私も」って言うんですね。1人の子が緑色のスコップを持ったら「私も欲しい」っていうふうに言うんですね。ですから3歳児の砂場にはある程度同じような種類のものがいくつか準備されているこれも発達段階に即した環境の在り方や環境の整えられ方です。 ですから先生方は子供たちの発達が分かっていなければ適切な環境を準備することができないということもここから見えてきますね。はいそれでは朝9時に子供たちが一人一人やってきますお母さんと手をつないでやってきますねで先生は一人一人を笑顔で迎えていますまず好きな遊びの時間ですね。 えー、子どもたちは自分の興味や関心に応じて幼稚園のいいろろな場で遊び始めます楽器に関心を持った子どもたちの傍らでは一緒に音の美しさを楽しんだり子ども同士の関わりを見守っている先生がいますね。えー、下の部分は水族館を作りたいという子どもの願いを聞,き聞いて素材や用具を一緒に考えたり。 あるいはこんなのどうかしらというふうに提示したりしながら子どもの願いを実現していく過程を共に動きそして援助をしている姿がここの写真から見て取れると思います、えー、好きな遊びの後は、えー、クラスのみんなで集まって今度はクラスの活動の写真です、えー、クラスの活動では一人一人の子どもたちの個々の成長と同時に 集団としての成長を支えていくというのも仲間意識を育てたりクラス意識というものを育てていくこれも大事な幼稚園の先生の役割、えー、教育であるわけですね、えー、幼稚園も小学校もそうですが、えー、この教育の場において私という一人の子ども私を育てていくのと他者と共にある私たちっていうのを育てていくのは教育の大きな 役りえすそして、まあ、今はまだあのコロナ感染予防の影響で「午前保育」ですが子どもたちが「さようなら」って帰,った帰る時に公園時には保護者とお話をして保護者の相談に乗ったり子育ての支援をしていくというのも幼稚園の先生の大切な仕事であるわけです。子たたちが帰った後 先生たちはどんなことをしているんでしょうか、えー。これはですね、翌日の保育準備をしています。絵の具といていますね。左の男の先生は翌日がお誕生日会なので、そのお誕生日会の場の設定をいろいろ工夫したり試したりしながら作っているところです。はい、これは、えー、パソコン前に先生が座っていますね。 そしてパソコンの中には子どもたちの姿があります。これはですね、新型コロナウイルス感染予防のため、幼稚園が休園中、マイクロソフトの Teams を使ってビデオ通話で子どもたちや保護者と、えー、双方向のやり取りを、えー、重ねてきました。その場面ですね。先生は一人一人の子どもの関心、興味や関心に応じ,応じるために。 いろいろな好きそうな絵本その子にとって好きそうな絵本だとかあるいはその子が好きそうな遊びの遊具や用具というものを準備してそしてその子がそういう話が出てきたらすぐにあこれねって話題に出せるようにここでも環境が整えられているわけですはい、この写真は講師を招いて園内研究会をやっているところです 幼稚園の先生としての専門性を高めていくためにさまざまな研究や研修を行っていますこの日は年長組が打楽器を使っていろいろな音遊びをしましたいろいろな音を楽しんだりリズムを味わったりそしてその音楽味わった音楽というものを可視化するつまり目に見える形で 音を目に見える形にしていこうということで子どもたちはその音楽でいろいろな活動をした後絵の具で自分たたちでで絵を描いたんですねですから子どもによっては太鼓の音がそれぞれ違う表現のされ方でこの絵として現れているそれを一枚一枚一人一人の子どもの育ちを見ながら絵をみんなで話し合っているこれが園内研究会の場面です。 はいこのように先生たちは一日いろいろな仕事を回して毎日仕事をしているわけですがここまで幼稚園のの先生の仕事を見てきましたでは幼稚園の先生になるためにはどういう免許状が必要なのかということをちょっとお話ししますね。え幼稚園の教員になるためには3つの免許状があります1つは2種免許状 これは短期大学や文部科学省が定める専門学校や養成学校などで幼稚園教育養成課程を受け所定の課程を修了し学校を卒業すると取得できるものですその次の一種免許状というのは4年生大学であの勉強して卒業と同時に取得できるものですねそして最後の専修免許状というのは 大学を卒業した人が大学院の修士課程や専攻科で学ぶことで取得できるこの3つの免許状があります国立音楽大学ではこの真ん中に書かれています一種免許状、幼稚園教授の一種の免許状を取得することができます、えー、それで音大で幼稚園の先生の免許を取るということはどういうことなんでしょうか えー、同じ幼稚園免許を取るにも、体育大学でも取れますね。あるいは、一般の教職、教職のある大学でも取れるわけですね。でも、ここの国立音楽大学では、音楽を学びながら、幼稚園教諭を取得するわけです。そこには、どういう意味があるんでしょうか。はい、これは、えー、幼児音楽教育、教育専攻の学生たちが。 いろいろな音楽に関わりそしてそれを味わいそして一生懸命音楽を通して学んでいるという姿ですね音楽を基盤に幼児教育を学び音楽の専門性の高い幼稚園教育を育成しているのがこの国立音楽大学の特徴まあ一番の特徴であるわけですねそして音楽を通して 美しいものを美しいと感じる感性豊かな人を育てていけるようなそういう音楽の専門性の高い幼稚園の先生を育てていきたいと私たちは日々努力していますそれでは今日は短い時間でしたがぜひえ可能になりましたら多摩川上水のキャンパスに遊びにいらしてください。 そして幼児音楽教育専攻の先輩たちといろいろ話をしたり語り合っていただきたいと思います皆さんご清聴ありがとうございました